コ秀ヒデオは、カラフト出身の日本の歌手、俳優。日本人のシャンソン歌手の先駆けであり、シャンソン音楽普及の第一人者である。フランスでも活躍。独自のムードを醸し出す、歌手、俳優として知られた。大正7年10月9日、カラフトパクイ町で8人兄弟の末っ子として生まれた。生後すぐ、母方のおばのと次先へ、戸籍上の養子になっている。 芸名である、孔秀夫の姓である、甲は旧姓であり、自身は日本人である。デビュー以来、日本人ではないのではという問い合わせが少なからずあった。孔という姓は大陸名のようであるが日本でない名字ではなく、韓国には同姓同名の映画監督が、かつていた。実家、洋家は共に、静止工場を経営していた王子製紙の創立者の一人で、ある。 11歳の時、勉学のために、カラフトから単身東京へ出され、下屋の重廷のもとに身を寄せる。吉田の家が、浅草でも知られた顔だったため、映画、舞台を自由に見て回れた。本人曰く、カラフトの自然児として育った子供が、急に人と人の関係が複雑な芸能界の裏みたいなとこで過ごすようになっちゃったんだから、こりゃあ変な男ができないはずがないですよ、父親ワイに。 させたいとドイツ学協会学校中等部に入学した。ドイツ学協会学校中等部卒業後、父親の思いとは裏腹に、うは武蔵野音楽学校へ進学した。同級に木下忠、大谷清子がいた。入学後、先輩の紹介でディナ・ノタルジャコモンにベルカント商法を習った。初舞台は昭和11年でソロで3曲歌った。その頃、 コーラスグループ、コーロ栄光に入団した。最年長者に、昭治太郎がおり、郝は最年少団員であった。武蔵野音楽学校入学後、一年教で、日本大学へ転学。当時すでに歌で稼いでいったため、学校側がうるさく言ってきていたのと、徴兵を遅らせるため、当時ほとんどない音楽家がある、日本大学へ移ったというのが真相である。日本大学では、学生仲間で、 単語のバンドを結成し、ボーカルを担当。日大の後輩には、西村明、三木の平、小林慶樹などがいる。昭和17年、日本大学卒業。即、長兵。大学でなので、幹部候補生ということで上位になるも、肺結核にかかり、即除退。療養の傍ら、疑問に参加。昭和20年ぐらいに、NHK の出演テストに合格。 翌年より NHK 音楽番組に引っ張りだこ状態で出演。その頃 NHK で三浦智樹の最後の録音に偶然立ち会う。またその頃吉原邦子との仕事がきっかけから中原淳一に目をかけられるようになり中原プロデュースのもと売り出していくことになる。演技の基礎は中原と交友の深かった杉村春子から学んだという。 うは日本で初めてシャンソン歌手を名乗った人物であり、日本のシャンソン歌手第一号と呼ばれている。シャンソン歌手という呼び方は、中原淳一が、日本にはジャズ歌手というものがあるんだから、シャンソン歌手というものがあってもいいじゃないかと作った造語であるが、高の活躍によって認知、定着した。持ち歌はシャンソンにとどまらず、単語やポピュラー曲、 オリジナルの流行歌と幅広く手がけ、日本の博来音楽普及に尽力し続けた。シャンソンでは文学的香りのするものからコミカルなものまで幅広く手がけた。シャンソンファンテジストと呼ばれたコミカルな楽曲も得意とした。これは日本ではあまり歌いこなせる人が多くないと言われていた楽曲類である。舞台化粧は中原淳一の発案で、 男性版宝塚を想定した、濃淡の濃い化粧をしていたことでも知られた。化粧をした、日本人初の男性歌手と言われていたが本人は、否定した。浅草オペラ出身の田屋力蔵が先に行っていたし、当人は、みんな、多かれ少なかれやっていたよと語っていた。中原とは終生まで親密な付き合いがあり、晩年はこうが、立山の別宅で面倒を見ていた。 中原の妻である吉原、国子やその子らとも親しい。ただし、中原の長男中原スイチは、高に対して複雑な思いがあったことを自身の著書で記している。昭和26年、フランスパリへ留学。1年間ソルボンヌ大学で学んだ。昭和27年に帰国し、リサイタルを開催した。フランスから持ち帰った愛の参加、ロマンス、詩人の魂などを、 日本人としては初めて披露した。また、この時の中原淳一の発案で、日本人のシャンソン歌手第一号と呼称した。昭和28年には、キングレコードから、枯葉、ロマンスで、レコードデビューした。この年、作曲家の中田義直からの指名で、雪の降る街を吹き込んだ。続いて、詩人の魂、セシボン、パダムパダムなど、シャンソンを次々吹き込んだ。 その一方で、日本劇場等の舞台にも多く出演した。日劇では、昭和56年の閉館まで、トップスター扱いでほぼ毎年出演し、活躍した。昭和33年、再びパリへ行き、翌34年帰国。昭和36年へサンドパリへ行き、大手プロダクションと8年間の長期契約を結んだ。そのため、1年の10ヶ月は、フランス。 2ヶ月は日本という生活を昭和44年まで続け、日仏両国で精力的に活動した。パリではラジオのレギュラー番組も思っていた。その他、ジョゼフ・コスマやダミアなどとも親交を結び、多くの大劇場に出演しとりを飾るなどしている。個性を変われ、俳優として石井テルオ作品にギャング役などで多数出演した。 宇宙人に憑依される凄腕殺人スナイパーを演じた、吸血鬼ゴケミドロは、海外公開もされている。本人は、現実離れしたこの手の役を喜んでやっていた。吸血鬼ゴケミドロ公開当時の平映作品は、三輪明宏支援の、黒トカゲであった。三輪と甲が楽屋であった時に、何、女や天台、何、そっちこそ、お化けやっちゃってと言い合った。昭和十四年末に、 心臓の調子が思わしくなく、フランスでの契約を公開せず帰国、日本での歌手活動に専念。昭和47年春に、日本での契約をエフリーになっていたこともあり、再びパリへ行った。フランスでの歌手活動を始めたが、神経性強心症で倒れ、無念の帰国となった。以後、約1年半にわたって、千葉県立山での療養生活を送った。 昭和48年末から歌の仕事を徐々に再開。俳優の仕事は一切断り、歌手業に専念した。昭和49年には再起リサイタルとして自身の憧れであった帝国劇場で行い、大盛況を収めた。以後、定劇では5年連続でリサイタルを行い、いずれも大盛況を収めた。昭和十二年から昭和十一年まで、 日本歌手協会理事を務めた。昭和57年、国立劇場でポピュラー歌手初のワンマンショーを開催した。昭和62年にも大劇場でリサイタルを行った。昭和60年、63年と、心筋梗塞で倒れ大手術を受けるも、奇跡的に回復し復帰した。この頃から平成5年頃まで、阿波やのりとジョイントショーをたびたび開催した。平成八年、 歌手生活60周年記念リサイタル開催。平成15年夕張国際ファンタスティック映画祭で出演作、ゴケミドロの上映に参加、クロージングセレモニーにて、雪の降る街を、お熱唱。平成21年5月4日午前9時40分、廃炎のため死去。90歳。生前最後のステージは2008年11月26日の、 三越ポピュラーハイライト2008同年12月21日には東京ビルで開催されていたイベント光と音のシンフォニーライティングオブジェ2008に来場するなど元気な姿を見せていたが翌9年2月より体調を崩して千葉市内の病院に入院し闘病生活を続けていた障害を通じ結核、狂心症、心筋梗塞などの病魔に襲われ 晩年は、老衰から、歩行困難となるなど、健康状態は良好ではなかった。しかし、その影を感じさせない、華やかなステージを繰り広げ、晩年も自身の老いを逆手に取るようなひょうひょうとしたトークで聴衆を沸かせた。その姿は、まさに歌が命を支えていると、A6 助から評された。別冊太陽を美しく生きる中原淳一その美学と、仕事平凡者。 1999年 P176-138 ありがとうございます。